はい、それでは品の悪い男がやってます。やけくそで人生しております。まあ、よく集まっていただいてね、ありがとうございます。ここはなんか町づくりの町づくりの会があるんでしょ、ちゃんとしたの、ね、皆さんのおかげと、これからなんだ、区政の人やエリアさんも皆さん来らせるというありがてやことでございます。まあ皆さんご承知のようかどうか知りませんけど、この桶狭間の戦い、織田信長27歳青春の夢ということでですね、大体今川は10倍ぐらいの軍勢だったと、10分の1の軍勢で破ったというのは、これは世界史上まれに見る大逆転劇ということでございまして、ぜひよガキチョの女がよくおるな、なんだしょ、まあ、いかんわ、いかんわ、おとげは世の中になったんでね、これ。まあこのガキチョの女の衆も、好きな男の子に振られた時とかな、これから勝負や失敗した時とか、これからここら辺にござるけど選挙落ちた時とか、こういう時にこの人生大逆転会場清須からですけどね、清須が午前4時と、八田神宮が大体午前8時と、でここら辺が昼過ぎすぐと、まあ、ずっと記録は残っておりますんで、みんなで歩いてそれを、人生を生きる勇気をもらっていただくと、まあ、特に、まあ、男に振られた方はまだあれだけど、みんな学校でよ、手分けなんだ、まあ、内心的な中で、今は子供さんたちが、どうだろう、まあね、就職がちょっとうまいかなんだとか、入学試験が失敗したと、そういう時にね、くじけてはいけません、ガキンチョの皆さん、そういう時に毎日戦わないか、勇気を持ってその力をこれ歩きながらね、味わってもらおうと、まあ始まったまま言うか、信長のパワーをいただく本物だね、なこれということでございました。まあ今日はありがとう、サンキューベリーマッチ、アイラブユー。続きまして、このイベントの開催にあたりご尽力いただきました方々をご紹介させていただきます。まずは大高町八幡社宮司久米久夫様でございます。大高地域観光推進協議会会長近藤光雄様です。大きな拍手をお願いいたします。おー、名前が出てきました。先ほど素晴らしい進行ありがとうございました。さあ、それではただいまから桶狭間の戦い、その時、家康は大高にいた、トークショーを開催いたします。トークショーにご出演いただく方をご紹介させていただきます。歴史の会会長山口輝夫様、そして本日のスペシャルゲスト、名古屋おもてなし武将隊からは徳川家康様、そして川村隆史名古屋市長お三方です。大きな拍手をお願いします。このような場にはあつらえるおけであろう。そして師匠殿、やはりよくお似合いで。あれをお見受けいたすと、40代か言っても50代でござる。わしは今年で470代になりました。すごい、もう長きにわたり行き過ぎですね。もうとてもこのように一列に並ぶことはありえないような、そんなラインナップ今日でもありますけども、じゃあまずはですね、家康から徳川家康様、当
元康様でしたね、はい、その時に桶狭間の戦いに出陣された際の、武功とか、あと今川方敗北の時の、後の岡崎、また大高城八幡社との関わりをちょっとお話しいただこうかなと思いますので、では家康様とマイクは会長お持ちでしたか、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、おはようございます。大高で記録会をやっております山口仁で郎と申します。大高の土着人でございます。で今日はですね、この行事朝4時の清洲出発して文庫桶狭間まで信長公路ということで信長のメインの道なんですが、途中の大高を忘れちゃ困るよということで、この大高ですね、桶狭間の合戦においても重要なポイントの場所でございます。ありがとうございます。大高名古屋市になっていますけども、家康がですね大高にいたという時期がございました。そういう時が、あってこそですね、今の名古屋市があり名古屋城があり名古屋市というのを見えるというわけでございます。というのはね、お当然と思いますけども、家康、いろいろもございまして、これで、だんだん出世をして、一時期を担うということになったわけですけども、その、もう流れの中で、この大高を忘れることはできないということでございます。家康というのはですね、家康の話がメインになりますけども、今川の人質にあるんですね。なもんですから、いろいろですね、吉本、そこからいろんな陰謀記というか、これを生かされた、そういうことでございまして、こっちの方が状態でございます。だから、なもんですから、丸根は地図の砦が、信長が作って大中城を監視しとったんですけど、大高城の、ね、食料がなくなってきたんですよ。その時にですね、吉本が大高城食い物がなくて困ってる、なんとか考えて食料を補給せということで、いろいろ考えたそうで、まあ、あの砦を攻撃して、近く他の砦を攻撃してですね、この丸根やなんか鷲津の砦の兵隊がそちらへ応援に行った隙にとかいう説もあります。とにかく家康と人は手から、いわゆる困ってる大高城に食料を届けたという、こういうことがありますね。でその次にですね、また吉本から嫌なことを指示されて、 お前大将になってね、率いて丸根砦を攻めることをやれと、いうことを言われてしまいまして、それで5月19日桶狭間合戦の未明ですけども、まだ夜が明けやらぬというか、明けかかりというか、まあ、今この時刻はですね、桶狭間の合戦の時、5月19日、これ旧暦で新暦に直すと6月の23日、ちょうど夏至の頃ですね、もう朝の4時頃に日が出てくるぐらいの明るさですから、それを契機にですね、丸根砦を攻め、それでやっつけた。ただ、これも運が良かったですね。丸根砦ご承知のように、6時間近くにございますけども、あそこはあんまり広くないんですね。ですから、あそこの合戦は、とにかく、今の弱若いの場合、まだ神社とか、その辺まで出てきて、戦ったそうです。よくそこでね、命を落とさなかった。それもね、家康の松平元康の運が良かったと言いますかね。そうじゃな。だから困難をして食料搬入もできた、それから丸根の砦を落としてできた、まあ、ということで吉本さんも豊脇からずっとこちら大高へ向かっておってですね、もうこれでもらったようなもんだということで桶狭間で本気に一休みというところを隊が急襲して、それで、吉村の首を取ったと、こういう流れでございますね。で、まあ、そういうことでね、手上がるを挙げたんですけども、家康は恵まれてたんですね。一つは
大中で大中城に起こったもんだから、お客様が戦争戦いの方まで行かなくてよかった。それがですね、もう一つはですね、君の吉本様がやられた時にですね、普通だったらもう逃げ帰るというか、あちこちが怪我を受けて大変なんですけど、うまく、かわしてですね、岡崎の里へ戻れと、でまた戻れてもようわからんでもこれはあかんわということで自害をしようと思ったところを岡崎大臣の僧侶に諭されて、それで、命がからえた。最初にも言いましたけど、そういうことがあったから、だったんで出世をして、そして、その身内が名古屋市を、名古屋市の町を作り、で名古屋城を作ったということで、今の名古屋市があって、神村市の方に、こういう流れでございますね。あそこまで結びつけていただいてありがとうございます。はい、もちろんです。さあ皆様、はい、まあ、まだ徳川とは名乗っていなかった時代のことでございますけれども、今のお話を聞いて思い出してきましたか？名を正せ、天下太平にを築き、初代山川家将軍、わしが徳川家康でいられる。はぁ、皆様を拍手します。わしがまだ10代の時の話が、千代が説明をいたすと、この石やこの社自体が今川軍じゃとする。そして砂利におる者たちが織田軍じゃとする、はい、そうするとまるで砦ではあの石畳の先にある。そしてな、大高城は向こう側にあるわけじゃ。わしはな、命を受けてお主たちが織田軍に会うとすると、わしは敵じゃ。いつの動き攻められるかわからんような中で、この一番先まで行くわけなんじゃな。そのお主というふうな鉄砲で待ち構えておった者もおったかもしれんからな。そのような中、町は先生と働くわけじゃない、さまたんきょう。これからも、よし、戻らねばならぬということで、大中城に兵糧を入れやすいわけじゃ。そうすると、このように男前の者たちがおっても、なんと男前じゃ、なんと男前じゃ、なんと男前じゃ、この兵糧、ほい、兵糧じゃ。この写真も出てまいり、こちら、こちらの兵糧が早い時間と。この子もというわけなんじゃな。といったことはな、今でこそ主たちは静かに見届けておるじゃろ。しかしながら考えてもみよ、わしが敵であったらすぐに手が出てくるじゃろ。いや、みよ、まずは一旦向こう側を攻めると見せかけて別動隊が運び込んだという策なんじゃ。これがあったればこそわしは天下を取ることができ、そして先ほど山口会長殿が申されたように、この日の元が平和な世になり、そしてこの名古屋の町ができたのじゃ。ゆえに大高がなければな、この日の元の歴史も、そして名古屋もない。大高よ、大義である。わけですね、非常に分かりやすいお話でございました、まあ、ということなので、の家康様からしたら、まあ、完全に負けではあったけれども、もうすでに、ごめんなさい、はっきり言いました。しかしながらですよ、その後江戸の文化時代が長きにわたり続いていったのは、ここが大きな起点になるわけですよね。その通りじゃ。というのも、桶狭間の戦いでが終わった後、信長と同盟を結ぶ、それが呼び捨てはならん。あ、すみません、後で信長との呼び捨てしたら面白い。切り捨てられる。危ない敵軍に囲まれたのじゃ。あれは全員を抱くんじゃ。すみません、現代っ子なので危機感が足りなくてすみません、本当に、ということで、桶狭間の運命も大きく変わった。その通りじゃ。さて、河村市長、今回は信長、今聞いてました話。いや、なんか市長にも2時から前にリクエストをされた。昨日孫が泊まっとったもん。遅いまで風呂屋で遊んどったもん。小6の部屋、女の子は一緒に風呂入らせてくれよ。そうでしょうね。まあ、しかし家康公もやっぱり相変わらず男でも優しいよ。彼女どうしたんだろう。やはりの伊勢ヶ姫は400年前に亡くなったか。
こちらの姫のように麗しき姫であったもんね。それとこの人の英語しゃべるのよ。あんまテレビもないのとこじゃ一発英語でしゃべったれ。三浦安心なる者に聞いての Thank you for coming to this place、I am extremely honored to be here and thank you very much。ウィリアム・アダムスという我が家臣家の英国人であった。おー、そうじゃ、そうじゃ、ほうじゃ、ほうじゃ、直伝って言われまあ、しかし、このおもてなし武将隊の一番最初からやったことあるのよ、はい、そうなんですよ、もうあれ、ということで、他に暮らす手段がねえのか。そうじゃ、やはりわしは南の前から姿を消すことはならんと心得とるがゆえに、故にここに参ったのじゃ。そしてこの地がいかに価値のある地であるかということも皆に知ってもらいたい。それは一部でも分かったかの、分かった者は拍手をやめよう。あとはあれだね、信長は一緒にしてはいかへんとったけど、信長殿とか秀吉殿とみんな変わっとるのか。まあやはりこの世代です。そうですね、どう思ったのやはり変わるでか。いや、わしは地道であるがゆえに一歩ずつ一歩ずつ参りたいと思う次第。あ、いやいやいや、もんですわね、これは本当に。もともとが名古屋のお城を作ったんだよね、これ。そうですよ、まさに。で、その元をただと、やっぱり大田がいらっしゃったからということなんですね。おそらく市長とも新しい城の話をしようと。ここに記録戻そうとしたけど。まずはその市長との話聞かんと、おそらくこの話進まない。そうなんですね。それでは静かに聞かせていただきます。家康のところで、家康殿が作られた名古屋のお城はエレベーターだと。やはり北千住の城、新たな戦が始まっている。本物の例はないよ、400年前の。確かに400年前にはそのような自動からくりの証拠機はなかった。あれ図面があるで、これな、グーグルというやつを知っとるか。知ってござらんねえの。わ、あー、知ってござらんの。それで、名古屋町天守 CG も国葬と CG と入れると、400年前に家康殿が作られた名古屋のお城がそのまま3分半ですけど出てきますので、いっぺん見たってみや。いや、それは素晴らしいこと。ああ、いやいや、まあ、そうなりますね。本物のご存命やかと、あとはいろいろ工夫してもいうことで、まあええけど、まあ、この家康さんをはじめとして世界で言いますように、なかなか人生はパッと埋めることいかんのよ、これ。あ、今もうやけくそで酒飲まんでやってねえんだ、これ。ありがとうございます。どんだけ給料減らしても広がってですよね、日本中に。物価は落ちるし、まあ、これどうしてくれよ、これ。まあ、それはいいということで、まあ、ここはやっぱり人生再挑戦のシンボルだ。家康はそうだよな、まさに、まさにそうである。そういうことで、まあ、そういうことで、なんかよくわからんけどね。はい、本当に年食ってるからわけよくわからんね。関係ありません、今若いですよ、若いですよ、まあ、ガキッチョが大きいので、本当にみんなね、先ほど言いましたよ、いろんなよ、米中まだこれからね、若干学校の数字で良くなかったり、入試に落ちたり、それから選挙に落ちたり、いろいろあります。あれじゃあ、なんか喋ってない、それから落ちませんね、ちょっと、認めてやるな。まあ、そういう時にみんなでこのね、人生大逆転会の本物がある。あの、まあ、大体3つの説がありますけどね。この部分は大体もう、大体1つだけ。一番最後は争いがありますよね。奇襲だったいうのと、正面衝突したの、いうのとありますけど、まあ、広島から行くと3つ説がある。これ書いてあるんですよ。名古屋のど真ん中を通ってる。これが。それぞれ味があるんでね。これを、いや、酒を飲みながらブラブラ歩いて、なあ、わしも、なんじゃ、うめえこといかんかと、持って歩んでまうと、勇気をもらおうと、そういう道にさらに盛り上げをめ、ほなね、素晴らしいことである。はい、よろしくいかがでしょうか。はい、という
皆様の戦い人生大逆転街道というプロジェクトをただいま進めておりまして、皆さんにもスタンプラリーで回っていただくことになっております。ぜひまた、ね、あの選挙点にこういったスタンプラリー用紙がありますので、いろいろな信長様のですね、一言名言を皆さん、スタンプでゲットしていただければと思います。これ押し合ってみんなあるの、押し合ってたりで今の曲から見るとあのちょうどあの森が、はい、宝マンションの宝箱が書いてあったの、あれは宝城です。であれは和室のあれでか向こうとその神社さん、あ、そうそう、あ、なるほどな。ということはなんだ、あれが面白いことは、あそこにマリアスがおったサヨがおったサヨサヨあんたがおったサヨワシがおった18の時におったこっちを滅ぼそうと睨み合いを続けて よったどろろってとったそんなところでよう飯を見たなあとねやこと俺は大きな手柄を得たということでやはり今川義元様にいつ褒められるかと待っておったところ今川義元がおうち地にという方が入ったわけじゃ、うん、といったところで、はい、ありがとうございます。しかしもう長い許したな今終わりかと思ったけど戦が始まった一気に許してまえんのそんなもん確かになるなぁなおめえはバカ野郎と俺におめえ歯向かってきたらダメやかとそれはどっちもないっていうのがいやいや普通だけどよい許してまったな。まあしかしだから市長殿も以前申されておったように幼少の頃この出会いがありもした。なるほど。互いの腹の内は我らにしかわからぬそういったものがありもしたの。ほらよ信長が中学生の頃で家康は小学生の頃に名古屋城のお城の正門の横のとこ、はい、でっかい蝶の木がありますけど、うん、あの辺のとこで一緒に仲良しとったと、という説は非常に有力です。そうなのですね。家康小学生で人質に取ったこの時の信長中学生であそこの上司の昔の今の名古屋城の前の名古屋城さようさようそういうことだよ。もともと仲良かったと、それもあり後の清須同盟につながった大逆転の道信長公へと、まずはね、人との縁を大切にしていかなければいけないんだなということもここで感じますよね。そうじゃな、はい、ぜひ、皆さんこの信長公路、思いを馳せながら歩いて巡っていただければと思います、うん、ということでこの後12時から桶狭間五戦場公園で、信長様率いる織田軍が桶狭間山に見立てた長福寺に進軍し義元様を討ち取る桶狭間の戦い再現劇の最終章を開演いたします、うん、ぜひご覧いただければと思います。それでは桶狭間の戦いその時家康は大高にいたトークショーをお開きとさせていただきます。どうもありがとうございます。では今日の記念に写真撮影をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。では、会長そして近藤会長徳明宮司川村市長家康様ぜひお並びくださいませ、うん、よろしくお願いいたします。緑地区入れないが。入れて前行けばいい。入る入る、あそこ行きたい。さあ、せっかく上5つ数えれてな。みんな映してくれぞ。リンゴ5つ4つ3つ2つ1つでは、最後拳を掲げよ皆々。わしが市長殿がいざ出陣と申したればおおと拳を掲げるのじゃ。皆島よいかの大高城の
男前たちもいらんかの領主長殿、音飲みます。ほんなら、出陣だけや。長いに拍手じゃ。ご視聴ありがとうございました。